はい、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 それでは3月17日土曜日、長野ティアルカオスコの無差別球体で始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、本日参加者が19名かな。はい、違う、もっといる、21か。はい、16人トーナメントうち5つが0回戦なので21ですね。はい、21名いらっしゃいますので始めていきたいと思います。さあ、それでは0回戦第1試合、記念参加マイニューベインバドスナイスキャッチエアスマサーブラス。はい、マイニューさん、マイニュー、マイニュー、マイニューさんは、あれ、記念さんか、マイニューさん、記念さんか、マイニューさん、はい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 、いやナイスキャッチ、安間と、よし、はい、まずはベインバーザスサーベラスの組み合わせの対決となります。はい、マスクしながらマイクにいると熱い。雨降ってるはずなんだよね。なんか花粉飛んでんだよな。はい、それでは0回戦5つのうちの第1戦目、マイニューベインバーサスナイスキャッチエアスマッサーブラス。俺が貴様を終わらす。さあ、サーブラスが、まあ、色である程度判断つくんじゃないでしょうか。視聴者側もダッシュキンディ大変し、刺して、さあ、カクカクと、取り待ち、さあ、読んでいた、さすがに、待たれてる気がした、はい、手だり、さあ、遅れて入っても、A がつながる、はいはい、刻んで、ゲージ回収しながら、エアスマ、受け身をすると、あの後で、実はかなり危ない状況になります。あの受け身は、まあ、やっちゃいけないとまではありませんが、覚悟を決めていただきましょう。はい、なぜかというと、このゲームダウン回避をすると復帰直後の1フレーム目も、クライ復帰と同じく、ガードしかできず、2フレームなんですね。ガードしかできない時間が2フレームあった上で、なおかつ1フレーム目はガード切り替えをするとガードができなくなります。はい、なのでダウン回避中にしゃがみガードして受け身取った瞬間に相手の手段に立つと食らう。そこまで、まあ、かなり危ない状況になりますね。そこまで、さあ、試合の方は体力はいい勝負。そこまで、電源を設置壁に前に出るが触れない。おっと、原始無駄だ、読んだが死なない。そこまで、さあ、ここでリクスッチ。そこまでさあ、どうする、勝利ガードしても削りしてるぞ。さあ、これは設置ガードしてしまい、ラウンド飛ぶのはマイニューベイン。練習開幕さしぐ、しかしデータが AX スライスターエアスマから君は取らない。いいとこから決めていく、どこでもやった、ダメ出し、継続、コア投げ、これは3ゲージある、間違わなければ終わる。え、なんだって。ベインはね、2ゲージちょいあれば、まあ、ほぼ全キャラコマ投げとなったら大体壊せますね。まあ、それであのコマ投げはかなりのリターンが見込める技なんですが、なかなか入りづらいですね。わっと漏れた、来た来たる。さあ、ラウンド2取り返すのはナイスキャッチ、安間。
まあ、ACにぶっ込んでいく、出し切って、なんかこう、はい、出て待ち、はい、待ち、おっと、直接口に行って、まあ、昇竜を一瞬待ってからの最後手だ、大陸さんついてきて、連絡休止、ゲージあるが、ワンチャンス欲しい、追い込まれて上から攻めてくれ、めんどくさい、これはあっと、しかし間に合わない、さあ細かい殴り合い、ほんまチャンス、エクシードやらかしてしまった、当たる、コマラグ、いけないよ、とりあえず、さあしかしオーバーヒート、どうする、そしてサベが3ゲージ、さあデインはこの火力上位だと3コンボ欲しいかな、サベが1回で終わってしまう、とりあえず一発決めて、さあオーバーで切れてあと2回、ゲージが溜まればワンチャンで終わらせれるが、調節値持ってますからね、そこまで一回確認から調節値につなげばまず倒せるでしょう、さあノラリクラリ、ダイレブリーダーベンガー引っ掛けて徐々に特殊圏内、楽なコンボになってくる、さあここで食らう、さあミスがなければ終わる、殺せるルートたくさんある、エクシード選択、ここから先はミスがない、オッケー、ファッシネートで勝ったのはナイスキャッチ、エアスのサーベラス、はい、それでは次でしょう、癒し系カワイバーラス記念参加遠征勢アットマーク愛知類、はい、遠征の方に迎え撃つは癒し系ひよわカワイ、違う違う、長いコンボで癒されてくださいみたいな、眺めてくださいみたいな。さあ遠征勢ということなんですが、かがり戦ができるのかどうか。かがりはあんまいないみたいですね。全国的に見ても関西もあんまいないらしいし。スペック的にはなんでいないのかっていうぐらいのキャラですけどね。マジ先行派、これはあっと EX カウスに走り取れてはダウンピヨッタ投げてミスが投げるダブルアップ、さあダブルイラルルート行く、ニャンジャップ、そこはここで映画はゲージは吐かない、ゲージとおっと落ちない成功、これはこれはこれはあーとっすダーベス、うん、ひどく長踏まれたードーン、補正が消えてないがダメージ、これはうまければ、あーしかしそうして、高いでいい勝負、裏に回る、何に成功はさすがに回る、これが DDラウンド取るのは癒し系カガリ、えだシール刺さる、これは危ないぞ、これは危ない、ビリビリ成功、コースメビリ成功した、あっと危ない、まあそこで普通に2つかしないやってピヨッとところに今度また同じコンボ決めて補正技術者終わってるっていう、あーここでリガはエクシード使わない、手がめくる、端までギリ運べない、だがピヨル前線は使う、2つかしないで終わるか、いらない、ピヨらせに行く、とりあえずピヨって
これはあっと繋がってない。ダメージ指導、これは死んでしまう。マンジ戦闘波、さあなんでマンジ戦闘波選択じゃないんですか。なんでマンジ戦闘波がデフォルトはずなんや。投げて、さあ 3B 勝っていくのは癒し系かがり。さあ遠征勢にひどいことをしていく北斗勢。はい、大丈夫ですかね、遠征勢の方。大丈夫。はい、それでは次行きましょう。コカ・コーラサーグラスバース悪魔人。コカ・コーラさんのサーベラスと悪魔人かがり、悪魔人さん、まあ、今僕がマイクを持ってるということはつまりそういうこと。コカ・コーラさん頑張ってくださいね。かがりめんどくさいですよ。サーベラスでおめでとうございます。木曜日勝ちすぎちゃいましたね。ちょっと勝ちすぎちゃった。いやね、さすがに33連勝やりすぎだよ。33もいったの結局。すごいですね、2分の1暇人超えました。ああ待ってください。ワンピー側がカガリ、ツーピー側がコカ・コーラさんのサーベラス。まあ、悪魔にもう悪と魔という悪い文字が2つもついてますけど、何する気なんでしょうね。楽しみですね。さあまず牽制戦滑ってゴーを刺したのはサーベラス。距離を離してシュートでダメージが、ラクラで対抗、ここにアローを差し返して触り合い、そして剣がうざいが、ここでビースライカーガードでゲージが溜まる。おっとこれトラップ見ていた、まあ、トラップでワンチャンを狙って立ち回りか。一方カガリは飛び道具で丁寧に安全に立ち回っていく。サーベラこの牙城を崩すことできるかな。さあ飛び道具かわして触ったのはカガリ、着地を借りにがここがしっかりガード。さあジャンプでお互い牽制し合ってなかなか攻めに行かない。これ飛び道具飛び越されたがなんとか大ダメージ。これトラップがカウンターにならない、もったいない。体力リーはサーベラス。さあこのリードを保っていきたいところ、ゲージはお互いまだ一本台と。ジャンプにさすが単発で終わってしまう。これ滑ってゴー。さあここで感激取ろうとしたこのパッショネイトで狩りに行くが、ワープだったのでお互い空振り。さあこれでゲージを失ったサーベラスだが、これカウンターヒット拾ってエリアルから流星脚壁バウンドはおっと拾えないが、さあ何がありました。台車通ります。やろう、そしてジャンブリーからアローを刺して、ここはイージーは狙わないと。さあ滑ってゴー。体力リードだいぶ大きく離れてきたが、だが相手はかなり何があるかわからない。その残り時間少なくなってきた。これ滑ってゴーでさらに荒らしに行く。さあ空対空相打ちして、さあ体力リードしてるので相打ちはサーブが続いた。これトラップが反撃が当たらないという不具合。さああの技なんとかしましょう。もうちょっと強くしていいと思いますよ。まあリターンバグってますけど、さあ残り1秒これはさすがに間に合わないかと。さあ1ラウンド目の選手はコカ・コーラさんのサーベラス。さあゲージをあまり吐かずにいたので、ゲージも 2.6 本台とかなりいい状況ですね。さあ2ラウンド目牽制戦、シュート2発当たって、シュート2弾当てて地味にダメージありますよね。ここでエリアルから空中投げ。あ、空中投げはフック地上受け身取った方がいいんじゃないかな。あれは取ったらフレーム有利になるんで。そこでパッショネイト単品がヒットしたけど、途中から外れてしまうという不具合そうに。さあシュートかエアスマが化けちゃったかな。さあこれワープにシュートを刺された、あれ結構怖いんですよね。さあ上り空気にかけてこれテータが入った。ゲージは3本、嫌な予感がするぞ。マンジ先行派から繋がらない、チャンスを逃したかがり。あこれはフォローのパッショネイトを吐いていくが何も起こらない。フィートトラップで追い返して、これアロー、大力リーダーサーベラス、さらにスイートトラップで荒らしに行く。さあやりにくいがこのサーベラスは、これアローは刺さったわ、スパキャンで死んでた、もったいない。さあこれ暴れからマンジ先行派ワンチャンドールか。おっとジャンブリーが出ないが、前転を投げでフォローしてそのままダブルエリアルを失敗。さあ分からなくなってきた。シュートにヒットして体力並んでくる。サーベラスどう出る。カガリは丁寧に手裏剣でチャンスを伺っていく。サーベラスはアローの軌道を狙っているが、ここで螺旋をパナしていったが、
TG かなんかがガードブレイクに漏れたかな。2ラウンド目を取ったのは悪魔人のかがり。今のでゲージをちょっと無駄に消費してしまったが 1.7 対 2.1 ぐらい、まあ、このラウンド中に3本溜まっちゃうでしょうという溜まり方。空対空単発で終わっていく。なかなか大きなリターンが取れないお互い。滑ってゴー。ゲージ2本あるのでパッショネイトで次大ダメージ。ゲージ効率的にはどうなのってとこなんですけど、あの技からあんだけ取れるっていうのは単純にでかいですね。さあこれ滑ってゴー。これはノーゲージなんでちょっとまずいんじゃなかろうか。螺旋が半角で入ってここはシフトをしない。ゲージは温存。さあこれさらに滑ってゴー。反撃は取りに行かないかと強気にダッシュ投げしに行った。流星脚で拾い直しはできないが置き攻め、あの置き攻め強いですよね。さあ EX で浮かせてダウン取って上着からの 裏からの置き攻め。さあもう一度次はジャンプだったが、ここはジャンプにアローが刺さっていく。追撃は入らない。体力リードかなりだが、サーベラスにはゲージがあるので何が分かるか分からない。さあなんか刺さったら死んじゃうかもよ。飛び道具戦だからじりじりといく。さあめんどくさいもつれ方が空中ヒットまで何とか満を逃れたが、残りはドット。もう落雷の一発もない。さあたまらずエクシード解放で体力リードを逆に奪いにいく。これ刺さった。チャルミーデスイージシフト追撃入らない。惜しい。ワンチャンスを逃してしまった。しかし体力リードを奪い返したサーベラス。このまま逃げ切れるか。さすがトラップで荒らしに行く。かがり攻める攻める。飛び道具でダメージを取って、ここでジャンプリがカウンターしとか繋がらない。ワンチャンス。今のは勝ち確だったが、しかし残り10秒。これは逃げ切れるか。滑ってゴー。これはがガードして削れてしまった。勝ったな。ここはコラボのサイラス。はい、さあ久しぶりだったんですけどね、ダメでした。さあ次行きましょう、エルメス地位向上委員会エルメスと、おいよいよ、リスライサーはね、本当は流星が、まあ、どの位置でもかぶるんですけど、頭からなかった、忘れてた。ガードし終わった後に、あ、流星みたいな。で、一回螺旋が漏れたけど当たったみたいな。そうそう、螺旋落ちつもりなかったから螺旋が当たって、あれ、あ、そういえばシフトはみたいな。そのままやった。さあおいおい夜、何それ。さあ開幕オービット3連だから転がる転がる。さあ前転が利用の落ち攻め。おいっと、ダイブ乗ります。え、なんで EX 勝利打つ。弾け飛ぶ。ダイブ取れます。なんでこれは豪華バックハン。はい、もうちょうど無敵だった。さあもう一瞬でも破裂が遅れてくれれば止まってたのに、ちょうど引き起こし最中だった。やはり運、おいよいよ、おいっと、エルメスオービット全部 EX 障害落とせばいいと思うんですけどね。まあまあガウンすればいいのか。出段。さあ俺の動きが独創的すぎる。これはしか困りまくる。やはりそういう割り切り重要だよね。困らず、どうする。さあしのいで、駒投げ、はい、あれは全然できないから、はい、隠る。あーミスっちゃった。どうする。これがる、これが当たる。頼むよ。ダッシュ直接いった。レインボー、ガメ足届ける必要もない。ドーンシュート。あー最後は削って勝ったのは、おいよいよ、
はい、いいゲームだな。さあ、アルエット回バーナス、アルエット回バーナス、アルガオダブル V です。完全にミスた。最後拾えたと思ったんだけどな、拾えなかった。さあ、いや普通に当てると当てようと思ったんですけど、ジャンシーが多分あの上の方に判定あるんで、それで当たんなかった。 A とか B とかにすれば多分当たったと思うんですけど、そう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 、多分知らないと思ったから普通にしゃがし三段してればよかったかな、微妙だったかな。台車通りますよ、台車通りますよ。あー見てあげてくださいね。さあと、さあワンピー側、違う、ワンピー側がアヘイ側をダブル V です、ケットシー。さあツーピー側がアルエットカイちゃん。さあこちらが、さあ赤と、さあ金髪のこちらがアヘイ側をダブル V。 さあツーピー側の、さあ毎回参加していただいてますアレットさん。さあこちら、さあファーストタッチはアレット、もう投げる、危ない。さあ危険な位置で斧を投げたくないが、えらんらしい。さあうまい、これは空中の肘落としからの空格か、めくりからメガビーム。さあ安定のダメージ取っていく、まあ二つは避けられて置き攻め。さあ EX 切り返していく、えらん。さあ斧を投げて危ない、さあ手が出なかったか。さあジャンプカーの攻撃が届かず、1本取るのはアレットカイちゃん。さあ第2ラウンド、おお前転危ない、前転壊し壊し壊し、大足パッチンが、さあこれは無敵がないので逆にカウンター取られる。さあ EX なんだっけな、忘れちゃった、デッドリスパーク。さあ EX デッドリスパークはね発生早く超強いんですね、あれ判定も強いし。さあジャンディ当たらず C から、さあちょっと失敗してしまったか、手出し C からコンボが当たらない、同じ当たる、拾いはちょっと失敗、惜しい、こかして、さあ画面端いい。さあ相手のワープ狩りはうまくいっていたが続きが出なかった。さあレッドリスパーク BD こかして、さあ、しーちゃん設置、斧、しーちゃん後ろから来てかかと落とし、引きずり落としてこかす、ワープ、さあいい位置にケットがいたが失敗、これはさあ消滅してしまうのか、これはデッドリスパーク、勝ったのはレッドガイちゃん。さあ0回戦が終わりかな。じゃあ1回戦ナイスキャッチ、エアスマサービス VS 田村かわいい。はーい、さあナイスキャッチエアスマ、グーじゃんけんぽい。さあじゃあナイスキャッチエアスマが 2P 側、さあ 1P 側が田村かがりとなります。さあ田村さんのかがりは、何度か動画にも残っているんですが、 A パがほぼ A パ、ゲージがあればほぼ A パみたいなねからの、さああれ多分マンジからワンゲージあれば補正切りできると思うんですけどね、ということはそういうことだみたいな連携もできる。さあ対するは、さあこの白いサービス見覚えがありますが、ナイスキャッチエアスマ、さあこちらナイスキャッチエアスマさんも立ち回り重視のサービスという僕印象なんですけども、さあ露骨に補正切りなんかはねあんまり狙ってこないイメージなんですが、さあ立ち回りは勝つかエヴァー勝つかみたいなね。さあ EX から、さあゲージをしっかり回収していく、失敗、さあ失敗したらいいダメージ。さあまずは開幕触ったのはナイスキャッチ、始まったらさあ投げがデータに負けて、さあジャン CDACABABC からさあ霞切り手裏剣投げて 3B 霞切り突然失敗、データ A、 A じゃねえな、 C だね、 C じゃねえ、 B だ、さあどっちだもうわかんねえ。さあ霞切りコンボ、これピヨるんじゃないか、さあピヨってもう一回手出し CD、 さあ禁止から、さあ霞切り持続当て、さあマンジー先行ハからの
この体力ゲージこれはまずいんじゃの。マジ先行派 CD。 さあ続く、まだワンゲージある。先行派さあ EX。 さあゲージを節約して更新いく。さあまず1本取るのは田村かがり。いや本当に素晴らしいゲーム。さあ素晴らしいゲームですね。いいゲームだ。ヘルメスも永久が発見されたんですか。優勝商品と参加賞。優勝商品はこっちで参加違うさあこっちは優勝商品。さあ優勝商品、えこれ遠征戦、はい遠征戦さんと、あこちらがしっぽさん。さあじゃあ3トラって、これね、まあ言っても大丈夫でしょう。さあ優勝商品が3トラ。さあカオスコードオリジナルサウンドトラックが優勝商品として、さあ遠征勢の方から、ブラックサンダーミニこちらの方を提供されました。さあちょっとあの CD 危ねえんで下の方に置いとこうかな。ああ落ちちゃった。じゃあ参加賞はこれ開けちゃっていいのかな。さあ画面を見なきゃいけないんだが、さあ参加賞配らなきゃいけない。さあ CDC 金 D か裏回り補正切り。さあ見えねえ、さすがにあのスピードはわからない。でもね、かがりのさじ加減で表裏は多分刈られると思うんですよね、あれ。さあ EX エアスマ。さあ B が刺さって BCD 距離が離れすぎたので、さあさすがに拾えない。これは D。 さあお互い怪しいぞこの体力ゲージ。さあ引っ掛けたがどうだ。流星客、さあシフト C 殺し機やエンリア。下がったのは田村かがり。さあ次ヒサーベラスと癒し系かがり、またかがり。癒し系さんはお、なるほど確かに癒し系。ヒゲシ、ヒゲシ寝てたな多分。じゃあやりますよ。こっち参加賞です。はい、じゃあ大会のね、1回戦0回戦終わった人からブラックサンダーの方をいただいていきましょう。じゃあこちらをちょっと開けます。この間コンビニ行ったらモーニングサンダーっていうのあったんですよ。モーニングサンダー、はいバーッと白いブラックサンダーを持ってきてください。はいバーッと。はい、じゃあ大会1回戦終わった人から、とりあえず終わった人からにしましょうかね。はい、あとははーい、じゃあこちら1回戦終わった、0回戦終わった方はブラックサンダーの方、はい、みんな食べましょうね。これが終わった、はい残したらね、せっかくもらったのに悪いんでね。はい、じゃあ終わった人はねもらってってください。さあ 1P 側はヒゲサービラス、はいどうぞどうぞ。 2P 側が癒し系かがり。はい、皆さん食っちゃってくださいね。さあまずは最初のラウンド、さあ触ったのは、さあ癒し系、さあ癒し系がまずは3段からダメージ取っていく。さあ手裏剣引っかかれて、あしゃがんでいた。さあ癒し系さんもね地味に、さあこちら練習していた。さあデータ BC からちょっと失敗、手裏剣落雷。さあ旬を多めに使っているように見えてる。さあこちら EX 逆にダメージ取っていく。ヒゲサーベラス画面端、さあナイスキャッチャー補正切ってからのイージーカムイージーゴー。さあね一回ねコンボ途切らせて相手空中いるときにエアスマン一回ですね、台車通ります。はーい、台車通りますよ、台車通ります、気をつけてくださいね。かすみぎ、さあ癒し系さんちょっとあらという感じに、さあ違和感がある様子。さあヒゲさん当たったか、殺しに行かない、ゲージオンゾーン。さあ B 刻んでまず1本通るのは癒し系かがり。なんだってアイテムゲージ見てた、あーなるほど。さあ1本だと勘違いしてしまった、上に浮いて拾って。さあこのゲーム地上にね、倒れてもカウンターヒットしてると拾い判定がすごい残るので、さあこれ無理だろうと思ってもね諦めずに拾っていきましょう。滑ってもゲージは使わず、さあ殺しきれないと判断した BBB から EX。
おっと、ミスってしまったか。投げて、いや C は効いてません。 EX さあしっかりダメージ取って、まず1本取るのはまずじゃないですね、取り返すのは。さあヒゲサーベラス、さあ安定して取り返してきましたね。さあゲージ温存してなんとかイーブンまで持ってく。流星脚ダメージ取っていく。さあ上に飛んで、さあ画面端背負わせるのは下がりは連れても楽屋でうまくいく。さあ相手をマクスと読んでいた。さあこちら 3B からの、まあ、先行波画面端、嫌な予感がするが届かない。さあ3ゲージ溜まった。サーベラスこれはかくって、さあしっかり屋敷さん今度入力していました。これやばいんじゃないの。さあ画面端届いて、ナイスキャッチャー、これは拾えない、遠い。いや、手裏剣だが、さあ欲張ってしまった、これまずいんじゃねえか。いい、からしい ABCD ガシュッと、よよよよよ、食らわせ、終わるか。シフト削り切れた、ない。さあ切れた。さあ頑張った、勝ったのはヒゲサーベラス。